おはようございます。ビートルズ高校1年 B 組担任の小野リンダです。おはようでやんす。今日の授業のテーマはです。面白そうでやんす。最後に見えてそうね。ビートルズはデビューして以来、世界中のミュージシャンに影響を与え続けてきました。当然ビートルズっぽい曲はこの世に無数に存在します。中には本家ビートルズにも勝るとも劣らないと言ってよいほどの名曲もあります。今日はそんなビートルズっぽい名曲を邦楽から5曲、洋楽から5曲紹介したいと思います。邦楽編と洋楽編を交互に紹介しますので、どちらがよりビートルズっぽい名曲か考えてください。第5位、ビートルズっぽい名曲邦楽編第5位は原田真嗣さんのキャンディーです。この曲はビートルズっぽいというか、ほとんどミッシェルですね。原田真嗣さんは1977年に18歳という若さでデビューし、ヒット曲を連発した早熟の天才です。先生も子供心にすごい人が現れたなんて思ったものです。先生っていくつなの？今何か言いましたか？いえ。原田真嗣さんはその音楽的才能と可愛いルックスで一躍時の人と言っても良いくらいの大スターになりました。しかしそれは原田さん自身が望む形とは違っていたのです。自分が本当にやりたい音楽のために事務所を独立してからはデビュー時ほどのヒットには恵まれませんが、地道に音楽活動を続けてるようです。自分の望まない形で売れちゃうのも良し悪しでやんすね。何分かったようなこと言ってんのよ。余談ですが、1980年になんとジョンのプロデュースでレコーディングをするという話があったそうです。ジョンも面白いと乗り気だったのですが、ご存知の通りの悲劇のためにそれは幻と消えてしまいました。原田さんも大のビートルズファンだっただけに、当時は失望どころの話ではなかったと思います。ジョンが日本人アーティストのプロデュースをするなんて夢みたいな話だったのに残念ですね。続いて洋楽編第5位はビリー・ジョエルのオネスティです。ビリー・ジョエルはビートルズ、特にポールの大ファンで、バラードを書くときに自分がもしポールだったらなんて想像しながら書くこともあったそうです。ビリーの曲、特にバラードにビートルズっぽさを感じるのも当然かもしれませんね。しかしビリーには単なるフォロワーの一人には収まらない才能がありました。70年代の後半から80年代の前半にかけてポールをしのぐほどの天才ぶりを発揮し、神アルバムを連発しました。それだけに90年代に半引退状態になってしまったのは残念ですね。ポールも気に入っていたという Just the Way You Are も良いのですが、バラードでありながら力強くシャウトする部分もあるこのオネスティによりビートルズっぽさというかポールっぽさを感じます。第4位、ビートルズっぽい名曲邦楽編第4位は杉正道さんのノーバディです。大滝栄一さんのナイアガラトライアングルボリューム2に収録された曲です。杉正道さんも日本の音楽界では屈指のビートルズフリークですね。他にもビートルズっぽい曲はたくさんありますが、初期のビートルズっぽい躍動感たっぷりのこの曲を推します。途中で三拍子になるところなんかはニヤッとしますね。杉さんといえば松尾清則さんと結成したボックスもかなりビートルズっぽいので、機会があれば聴いてみてください。洋楽編第4位はナックのマイシャローナです。ビートルズの再来だとか世紀の一発屋だとかいろいろ言われたナックですが、やはりこの曲はロック史に残る名曲だと思います。アルバムを聴けば他にも両曲は結構あるのですが、この曲が良すぎたせいでやはり一発屋感は否めません。でもそんな誰もが知る名曲を1曲残せただけでもロックバンドとしては大成功ですね。そんな曲を何十曲も残したビートルズがすごすぎるでやんすね。その通りです。え、変でやんす。だからなんであんたがいろいろのよ。第3位、ビートルズっぽい名曲邦楽編第3位はキャロルのルイジアンナです。矢沢永吉さんはビートルズのプリーズミスターポストマンに衝撃を受けて
ロックミュージシャンを目指しただけあって、キャロルの頃は初期のビートルズそのものです。ファンキーモンキーベイビー、ヘイタクシー、憎いあの子など、ビートルズっぽい名曲は他にもありますが、今回はデビュー曲のルイジアンナをします。洋楽編第3位はエルトン・ジョンのグッバイイエローブリックロードです。ジョンとコラボしたり、ビートルズの曲をカバーしてるだけあって、エルトン・ジョンの曲にもビートルズっぽさを感じます。ユアソング、クロコダイルロックも良いですが、やはりこの曲ですね。メロディー、コーラス、アレンジとかなりビートルズっぽいです。第2位、ビートルズっぽい名曲邦楽編第2位はチューリップの青春の影です。財津和夫さんも日本を代表するビートルズフリークの一人ですね。魔法の黄色い靴、心の旅、銀の指輪などビートルズっぽい名曲は多数ありますが、中でもこの曲ですね。日本の歌謡史に残る名曲だと思います。洋楽編第2位はビージーズのメロディーフェアーです。この曲を初めて聞いた時はビートルズの曲だと思いました。優しく親しみやすいメロディー、美しいコーラスワーク、クラシカルなアレンジなど、今聴いてもかなりビートルズっぽいと思います。ビージーズといえばステインアライブやナイトフィーバーなどのディスコサウンドのイメージが強いですが、初期の頃はかなりビートルズっぽい曲調やサウンドで、メンバーもビートルズからの影響を公言しています。第1位、ビートルズっぽい名曲邦楽編第1位はドキドキバクバク、ゴダイゴのビューティフルネームです。ゴダイゴのボーカリストでメインのソングライターである竹川幸秀さんの卓越したポップ感覚、親しみやすいメロディーはビートルズ、特にポールの影響が強そうですね。このビューティフルネームもメロディー、メッセージ性ともにポールっぽいです。ポールの曲としてマジカルミステリーツアーあたりに収録されていても違和感がないかもしれません。洋楽編第1位はギルバート・オサリバンのクレアです。ギルバート・オサリバンもビートルズに衝撃を受けてミュージシャンを志したと公言するだけあって、ビートルズ、特にポールの影響が色濃いです。代表曲のアローンアゲインでも良かったのですが、よりビートルズっぽいクレアを押します。とても良いメロディーの曲ですので、もし聞いたことがなければぜひ聞いてみてください。というわけで邦楽洋楽とそれぞれ5曲ずつ選んでみましたが、いかがでしたでしょうか。正直古くて知らない曲が多かったですけど、聞いてみたくなりました。今日紹介した曲はいずれも何十年も昔の作品です。しかしどれも全く古臭さを感じません。ビートルズもそうですが、本当の名曲というのは時代を超えるのです。いわゆるエバーグリーンです。どういう意味でやんすか。常緑、普及、音楽で言えば時を経ても色褪せない名曲という意味です。音楽に限らず、昔の作品だからといって食わず嫌いになってしまっては自分の損にしかなりません。今ではサブスク文化の発展により比較的容易に昔の作品にも触れやすくなりました。新しい作品ももちろん良いですが、それと同様に昔の作品にもアンテナを張って積極的に触れるようにしてください。はーい、でやんす。それでは今日の授業を終わります。よかったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。お願いするでやんす。